しょうがないな。Hello， 大家好。那因为制作这一集的原因是有很多日本人在日常中会使用的日文，但是教科书上面都不会写，常常在跟日本人沟通的时候会有障碍，所以呢，我跟文当哥做的这一集是确切日本人真的在用的日文单字，希望可以帮助到大家哦。啊，疲れた。ただいま。ルーちゃん。あ、ルーちゃんとケンガーが大の字寝てる。大の字ってなんだ？え、ケンガー大の字を知らないの？いらないよそんなの。しょうがないな。この睡眠マスターの俺が寝方の種類について教えてあげるぜ。よし、ケンガー、ルーちゃんに催眠術だ。ウィン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 。一、大の字。寝てる体の姿勢が大、漢字の大のように、寝てる、そういうとこから日本では大の字寝てるって、言われてます。2、仰向け。仰向けは、寝てる姿勢が、上を向いてる状態のことを指します。それを日本では、仰向けで寝ると、言います。3、横になる。横になるは、体の姿勢が、横になってる状態で、寝ることを言うんだよ。銀河、何隠れてんの。4、丸まって寝る。丸まって寝るは、体の姿勢が、丸くなった状態で、寝ることを言います。ルーちゃんの、寝てる姿勢わかんない人がいたら、エビ、こんな感じのエビね、指を想像してもらえると分かりやすいと思います。5、寝返りを打つ。寝返りを打つは、体の姿勢が、寝たままの状態で、動く、ことを、意味します。うわ、目が近いな。ちなみに、寝返りには別の意味あります。例えば、味方を裏切るみたいな意味で、寝返りするとか、そういう意味で使いますね、ゲンガ。あ、寝返った。透过刚才的小剧场，大家都已经了解在日文专门用来指睡相的单字了吗？那除了以上关于睡相的单字以外，我和文当还另外准备了几个日本人很常用的日文的用法来跟大家做介绍。第一个是睡相，睡相的日文，睡相的日文是寝相，寝相。第二个呢是睡觉睡到睡衣翻起来的日文，睡觉睡到睡衣翻起来的日文是パジャマがめくれ上がる。パジャマがめくれ上がる。パジャマ就是睡衣的意思，めくれ上がる的意思就是被翻上来，所以说睡衣被翻上来的话就是パジャマがめくれ上がる。あ、そう、大丈夫。OK。第三个是踢毛毯，踢毛毯的日文是毛布を蹴る。毛布を蹴る。对，那个毛布就是毛布，因为我发现日本人都会用这种毛布，但是我们台湾好像不太会用。日本人はよく使う。就使う。嗯，可是我在台湾的时候完全没有用过这种东西，我的朋友好像也没有用。动词用 kedu， 用踢毛毯来形容，这样踢它，毛布を蹴る。那刚才像踢毛毯那些，肚子会着凉嘛，因为肚子会露出来。那肚子露出来的日文叫做腹を出して寝る。腹を出して寝る。对，就是你把肚子露出来睡觉，他们就很直白叫做腹を出して寝る。腹を出して寝る。如果说你睡觉的时候把肚子露出来，那肚子着凉会怎么样？就是会拉肚子。那形容这样子的状况，在日文也有一个特别用法，就是寝冷えしてお腹を壊す。寝冷えしてお腹を壊す。对，这个在日本也是有一个这样子的词的讲法，就大家可以用用看哦。下一个是打瞌睡，打瞌睡，打瞌睡也有它自己的用法。打瞌睡的日文是居眠りをする。居眠りをする。对，这个就是你在上课的时候啊，打瞌睡那些这种，你头一直点，一直点，就可以用居眠りをする。居眠りをする。好，那就这样子啊。ちなみに、ガバッと起きるっていう、日本語があります。どういう意味かわかる？わかんない。寝てる状態からはっ
っていう状態。ガバッと。ガバッと。ガバッとってどういう意味？ガバッと。そういう意味。好啦，那以上就是我们关于睡觉的日文的用法上集。如果你喜欢我今天的影片的话，都欢迎你帮我按个赞，いいねを押してください。然后再帮我的频道按订阅，チャンネル登録もお願いします。然后也顺便可以留言告诉我你有没有什么睡觉的小习惯哦。那就这样子啦，我们下次影片再见，拜拜。拜拜。ケガ、ルちゃんに三水だ。ウェイ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 。あ、居眠りした。睡相的日文是寝相。寝相。没有命干哦。